こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、人生を手っ取り早く変える方法っていうのね、そんなね、話をしていこうかななんて思います。まあ、皆さんね、飲みってご存知だと思うんですよ。これね、以前ね、話したことあるんですけど、飲みってね、こう、ぴょこーんってね、まあ、こんな、ね、1ミリもないような、そんなね、虫がね、2メートルくらい、ぴょーんなんてね、ジャンプする、そのくらいね、ジャンプ力がある。それってね、人間にね、換算すると、富士山をね、超えるぐらいのね、高さ、まあ、ドカーンってね、人だったらドカーンみたいな感じで、まあ、ロケット打ち上げるみたいに、バーンってね、そのくらいのね、威力があるっていうのみがね、まあ、そのね、高さ、まあ、ジャンプできなくなる方法、ジャンプできなくなる方法っていうのはね、何かっていうと、まあ、例えばコップに入れて、コップにね、蓋をしてしまう。そうすると飲みはね、飛び上がろうとすると、ガーンってね、天井にバーン、バーン、バーンってね、頭ぶつけるとね、いつしかね、そのね、コップのね、負担してある高さまでしか、ジャンプできなくなってしまう。それでね、そのね、蓋をね、外してしまっても、そのね、コップのね、縁の高さ、そこまでしかね、ジャンプできない。もう上何にもないのにね、ジャンプできなくなってしまう。これってね、人にね、例えても、例えてっていうか、今、飲みにね、例えてたんですけど、まあ、人にね、でもね、全く同じことが言えて、まあ、小さい頃からね、親とかね、先生とか、まあ、友達とかにね、お前なんか無理だよとかね、そんなことやってないでね、何々しなさいとかね、まあ、そんな風にね、言われ続けていると、結局ね、自分でね、天井を決めてしまう。自分なんかよりね、無理だ、どうせ無理だって、もう無限のね、可能性がある。まあ、富士山までね、ジャンプはできないかもしれないですけど、そのくらいのね、まあ、可能性が、無限のね、可能性があるのをね、自分でね、天井を決めてしまっているっていうようなね、そんなね、ことにね、なっていると思います。じゃあね、その飲みってね、もう一度ね、コップの縁までしかね、ジャンプできなくなった飲みをね、どうすればね、まあ、もっとね、バーンってね、ジャンプできるようになるかって言ったら、まあ、そのね、普通にね、ぴょんぴょんぴょんってね、すごく高く2メーターぐらいでジャンプしているのみのね、集団の中にポってね、入れてやると、あれ、なんでね、みんなね、そんなに高く飛べるんだって、だん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 ね、昔のね、自分のね、まあ、記憶っていうものがね、だんだん出てきて、それでね、またね、ちょっとずつ高く、まあ、飛んで、結局ね、まあ、いつも通りに、ビューンってね、2メーターぐらい飛べるようになるっていうような、そんなことなんですけど、まあ、飲み同士でね、まあ、もしかしたらね、おめえなんてそんなしか飛ばないんだよ、もっと飛べるはずだよ、頑張れよとかね、他のね、仲間がね、言ったりとかね、あ、お前ね、なんでそんなに高く飛べるんだみたいな、そんなことをね、聞いて、まあ、普通にこんくらい誰だって飛べるよ、お前だって飛べるはずだって、ね、励ましてくれたり、そんなね、会話がね、もしかしたらね、繰り広げられてるのかもしれないんですけど、人間もそうですよね。もしね、まあ、付き合う人、今ね、本当にね、会社でね、まあ、毎日、まあ、なんでこんな仕事やんなきゃならないんだって思いながらね、働いてる人もね、周りのね、一緒にね、働いてる仲間がね、そんなことないよ、これはね、こんなね、素晴らしいね、人のためにね、なってるんだよ、みたいな、そんなことを言ってくれる人がいれば、よし、頑張ろうって気になったりとかね、まあ、そこでね、まあ、そういったね、仲間口とかね、そういった中にね、いるとね、どうしてもね、自分もそういうふうにね、だんだん染まっていってしまう。じゃあね、どうすればいいか、まあ、会社をね、辞めたりとかもね、急にできないと思いますんで、まあ、休みの日とかね、そんな日にもね、なんかね、まあ、異業種交流会行ったり、誰かね、まあ、素晴らしい、まあね、熱いね、人のね、講演会に行ったり、まあ、自分がね、目指している人がいれば、その人をね、できるだけね、お近づきできるようにしたりとか、そんなことをね、もう本当に、月にね、数回でもいいんで、会いに行ったりする。そうすると、だんだんね、そういう人のね、エネルギーっていうのをね、吸収していって、自分がね、どんどん変わっていく。それで、まあ、そこでね、自分がね、だんだん高いエネルギーになっていった時に、会社でね、それをね、まあ、高いエネルギーでね、みんなでね、接すると、結局ね、まあ、だんだん付き合えなくなってきたりとか、そんなこともね、したりしますので、まあ、人生をね、変える。まあ、自分もね、変えたいっていうんであれば、結局その飲みとね、一緒で、そういったね、高い、まあ、エネルギーっていうかね、ジャンプする飲みと一緒にいれば、その飲みっていうのはね、ぴょんぴょんぴょんって普通にジャンプできる。それと一緒で人間もね、飲みと一緒にしたらね、あれなんですけど、やっぱりね、そういった中、環境を変える必要
き合う人をね変えるだけで本当にね人生がね変わるんだななんて思います。まあ自分ね以前話したことあるんですけど、まあホームレスの方がねホームレスだった方がまあもう本当ね出会ってまあ自分とね同じメンターに出会って1年後にはねもうねタワーマンにね引っ越したっていうそんなねケースありますけど、まあ自分はね本当にそのメンターにね会うのはね本当万年にね本当数回しか会えなかったけど、そのねホームレス時間はとにかくある。それでねまあメンターとねもう常に、まあ、一緒に行動していたっていうようなねそんなねことがありまして、まあそれホームレスになった理由っていうのはまあ結成会社をね経営していて、もう元々経営者だったんですけど、まあ不当たりかなんかね出してしまって、それでまあもうねどうしても立ち回らなくなって、まあ全部ね抵当に取られてしまってみたいな、そんなね感じで、まあ住むところなくなってみたいな、そんなね感じだったらしいんですけど、でもねそうやってねメンターを見つけて、それでねスマホもねセブンイレブンのスポット Wi-Fi を使ってみたいな、今ねセブンスポット Wi-Fi やってないんですけど、そんなことでまあ本当にメンターとね同じことをねずっとやっていたら、もう1年後にはねもうタワーマンに引っ越していたっていうようなね、まあそんなねまあすごいねエピソードの方もねいらっしゃる。やっぱりね一緒に付き合う人、一緒にいる人によって自分とかね、まあどんどん変わっていくんじゃないかななんて、まあ一瞬でね、まあ一瞬じゃないですけど、まあ、手っ取り早く人生を変えるんであれば付き合う人、一緒にいる人をね変えるっていうようなね、そんなことでまあ人生ってねどんどん変わるんじゃないかななんて思います。まあ自分も今ねコミュニティに所属しているんですけど、まあ直接ね会ったりとかまだできていないんですけど、まあそういったねなんかコミュニティの仲間とね会ったりとか、まあズーム飲み会みたいなそんなものでね一回だけですけど参加してっていうだけなんですけど、そういったところにどんどん参加すれば自分もっともっとね変われるんじゃないかな、そんなこともね思って、まだまだ自分はねこう天井をね自分自身で決めてしまっているっていうようなねそんな状態ですので、そのね蓋を、ね、天井をねバーンってね開け広げて、どうやってねジャンプ大きくジャンプしていきたいななんて、そんな風にね思いました。はい、ではね今日の話が良かったなって方はグッドボタン、またはチャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。